熱血コンサル基礎産業。皆さんこんにちは。あ、こんにちは。今日は事業再構築補助金の1回目の結果が出たんですよね。はい、そうですね。はい、うちは確か10件中7件だったんですよね。そうですね。そうですね。70% で、はい。70% という、まあ初見にしては結構頑張れたかなというふうに思うんですけども、はい、今日はこの結果が、まあ、全国の結果と比べてどうだったかっていうところと、はい、あと金額的なところ、要はどういう金額が通りやすい金額だったのか、じゃあどこに持ち込んでる人が失敗しているのか、そして今後どういうふうに考えたらいいのかというところを一緒に勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではちょっと専務の方から、はい、共有してもらって、はい、事業再構築補助金事務局から出ている情報をもとに説明させていただきます。で今回はですね、応募件数 22,231 件で、採択が 8,016 件となっております。今回ですね、申請の要件に満たしたものが 19,239 件となっておりまして、申請の応募はしたんですけれども、申請のところで要件が満たされてなくて落とされたというものが3000件ぐらいあったのかなと思っております。うん、これ今まではですね、補助金大体事務局の方がこういう書類がみたいなことの連絡があってですね、それを修正して再提出するっていうケースが多かったんですけれども、今回それをせずにですね、バサッと切ってしまっているのかなというところが、まあ私が今まで経験した中でちょっと感じたことになっております。それで特別枠が大体 60% ぐらいになっておりまして、特別枠の方がどちらかというと通りやすいような形にはなっております。応募の割合としてはまあこういう形で、製造業がやっぱり多かったのかなというところと、うん、あと飲食サービス業、宿泊業っていうところもちょっと割合が多かったかなというところではあります。で、まあ、都道府県でいうとですね、応募総数としてはまあ東京、関西地区、愛知県、まあ、当然ながら事業者数が多いところの応募比率は非常に高かったのかなというところで、まあ、その中でもですね、秋田県、岡山県、高知県というところがですね、大体応募した中で 47% ぐらい の採択率を誇っているというところで、件数は少ないんですけれども、採択の、まあ、採択されている件数が多かったのかなというところですね。はい、そしてですね、大体全体の4割ぐらいが1500万以内ぐらい申し込みをしているということでですね、まあ、4500万以上の案件がまあ3割程度になっているというところで、ここの採択のやっぱり金額のところもですね、しっかりこう見ていった方がいいのかなというところではございます。まあ、応募としてはですね、やっぱり1000万以下と6000万以上っていうものが非常に多かったのかなと。で、多分1000万以下っていうところはですね、非常にお金はないんだけれども何とかしないといけないのかなっていう事業者さんが出されている。で6000万以上っていうところはですね、やっぱり金額が大きい補助金だったので、しかも建設費まで含まれているっていうところでですね、結構そこを見越してですね、1億とか 2億とかの投資をされる方も結構いらっしゃったのかなというところで、非常にここの応募の金額の件数としては二極化されているのかなと思います。で、採択の状況としてはですね、実はこれパッと見るとですね、まあ、地銀信用金庫であったりとか、税理士さん、税理士法人さんであったりとかっていうところが多いんですけれども、まあ、その中でですね、採択率が高いというところで、中小企業診断士、ここをですね、この辺りであったりとか、民間のコンサルタント、まあ、こういうところであったりとかっていうところの採択率、あと地銀ですね、地銀も非常に採択率が高かったというところがございます。で、あと地銀の方なんですけれども、うちの方にもやはり問い合わせが結構あったんですけれども、今回やっぱり提携している診断士の先生であったりとか、民間のコンサルティング会社であったりとかっていうところがですね、まあそういう連携をしているところが多くて、多分そういうところに依頼してですね、取っていってるのかなと。ですね。で、私の地元の中国銀行さんのところでもですね、やはりこれ事業再構築補助金については結構前から問い合わせが多くてですね、3月のもう下旬ぐらいにはもうどこの
やっぱりやってくださる、診断、中小企業診断士の方、民間コンサルティングの会社さん、どこもパツンパツンで受けれないっていう状況があったっていうお話は聞いております。そうですね、今回これ見ると、やっぱり、税理士とかって採択率低かったですね。そうですね。まあ、手続きやか考えるところからいくかっていうところの違いなのかなというのが、まあ、特徴があったのかなと思うんです。そうですね。まあ、うちも税理士系のコンサル会社からスタートしてるんですけど、今もうほぼほぼもう最初の資金調達の段階から入ってるんで、はい、じゃあその資金調達したものがどう生きるかっていうところまで見て申し込んでるから、はい、まあ、考えて受け付けてるから要は採択率が高かったのかなと。そうですね、ありますね、はいはい、今回ちなみに採択の合計金額って2200億とかそんな感じだったですよね。そうですね、やはり5分の1ぐらいの予算だったかなというところではありますね。これ当初の政務の予想通りだったそうですねなんで1回目がね、そうですね、1回目がやっぱり採択率が高いんじゃないかっていうところである程度殺到したみたいなんですけれども、そうではなかったっていうところはですね、事前にやっぱり5分割されてるからそういう形で来るんじゃないんだなとこちら想定してたんですけれども、やはりそうでしたね、うん、想定した内容通りだったんですよねであと1件頭が2000万ぐらいまで、そうですね、だから2000万までが結構な割合で、でそこから上が建設費もあって、はい、ある程度資金も調達するっていうところまで全部コンサルティングしてる中での6000万、ね、そうですね、うちも6000万っていうのはありましたけどね、はい、あ、そうですね、ありますねそうそう、まあ、こういう要は全体計画を作って、その、うん、そこの資金調達からもう理論構築からお願いしますっていう人は、はい、まあ、大体通せてるというか、じゃあ、ね、逆に通せなかった人って、はい、例えばどういうふうなうちでいうと原因があったんですかね。そうですね、一番やっぱり大変だったのが、ダメだったのがこちらの方にお任せしますっていう感じで、こちらが想像をしないといけなかったっていうものがちょっと難しかったですね、うんうん、であとですね、落ちているところの理由が今回問い合わせができるみたいなんですけれども、デジタル化のやっぱりところですかね、どうやって IT 技術をしっかり取り入れてるかっていうところをですね、しっかり見られてるのかなっていうところではございますよね、うん、はい、だからまあ僕らもちょっとこれ企業改善とかのその基本中の基本というか、事業再構築って事業構造を変えるってことなので、そうですね、そこの一番基本としてからもう出来上がってるものを買うっていうところも一つ手なんかなと今回思ったんですね。そうですね、もう出来上がったビジネスモデルを買ってしまうっていうのは一つの手ですね、うん、で、まあ、要はもっと言うとフランチャイズ買うってことですね。そうですね、フランチャイズ買う中でその要は構築するところの部分の品目を相談する中でうまくこうね流れを変えたりとか、そうですね、うん、あとその中で自分ら逆もあるんですよ、だから自分がフランチャイザーになるというかね、個人に売ってたものを法人にこう売るっていうような、うん、スキームを作るとか、そういうところはまあ今回非常に発想を大胆に持っていく必要があったのかなというのがあります、ね、うん、そうですね、うん、であと今後なんですけど、はい、まあ、2時はもうそろそろ締め切るんで、はい、多分3時から申し込むことっていうのが結構正念場になってくるのかなというふうに思うんですけども、はいはい、これもう失敗したからといって諦めるんじゃなくて、もう本当に2回目3回目申し込んだもんが勝ちいうことですよね、これね。そうですね、あと、3回全部で5回ありますので、今回2次募集ですから、あと3回募集がありますので、で今回の補助金が多分1回で終わるということになっておりますから、あと3回ぜひチャレンジしてみられたらいいのかなと思います。で、うん、事業計画を作る上でですね、こちらの方もいろいろヒアリングさせていただくんですけれども、今の現状であったりとか会社の状況であったりとか、じゃあその新しいことをやる上でどういう体制を組んでいったりとかですね、他との差別化がどうであったりとかですね、競合の状況であったりとかですね、で今後の市場の動向であったりとか、市場で起こりうるリスクであったりとか課題であったりとかっていうことを書き出すのでですね、計画作る、考えて作るっていうことは非常に大事なのかなと思ってます、はい、
そうですね。だから最初のその書き出しというか、相談で前回なんで落ちたかいうところの理由も聞いて、でやはりちょっとこれだとまずいと要は思うような方がいらっしゃったらですね、ぜひその概要欄にあのリンク貼っておきますので、あの補助金の欄があるのでそこで申し込んでもらえたらと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。Thank you.